長良神社は、群馬県立林市大館長にある神社、立林総陳寺とされる当地の氏神。旧社格は、豪社、神仙平白領と模神社。綱吉時代の長良神社天福寺内に描かれている、開園年間の長良神社別当時天福寺も描かれている、かつて、上野国の国主としてこの地を治め、没後に、 春日大社の末社として祀られた藤原ながらを主祭神として祀る。創建年代は不明だが、赤いテルミツの縦林城主時代とされる。大ー郡でのながら神社の祭祀については、上岸12年赤岩城主で、赤い石の赤い団を両綱が、上野国の佐抜き僧ながら号瀬戸井村に社殿を造営して誕生し、軍中僧鎮守としたのが始まりとされ、 当社は四砂の,の末孫である赤い山城守照光が建林城を築城した際に瀬戸井村から勘定して天福寺境内に鎮座させたと伝わる。当社の別当は天福寺の重曹が務めた。代々領主や氏子の崇敬を集め、教保5年12月11日には新威、草原の戦時を受けて正一位を授けられた。 1873年1月、第72古籍区の号舎に列せられ、1910年10月21日、以下の神社を合志した。大正時代から恵比寿港が行われ、毎年12月の恵比寿港祭では商売繁盛の熊手を売る露店とそれを買い求める客で賑わう。1919 19年12月12日、新鮮兵白陵とも新社に指定された。 1928年11月、総工費26,500円で廃電などを改築、及び縦林町費として3,500円を支出して、境内に長良公園事務所を新築した。2の鳥弓越し度の合資系大接者として、折姫神社を要する。折姫神社、ありがとうございます。